フイルミアタ・ラーソンは日系アメリカ人のストックカーレーシングドライバー。2021年現在、ヘンドリック・モータースポーツよりモンスター・エナジー・ナスカールカップシリーズにカーナンバー5でフル参戦中。2013年のナスカール・ネーションワイドシリーズ及び2014年のスプリントカップシリーズでルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞。また、2015年のデートナ24時間レースに チップガナッシュレーシングより参戦して優勝している。カリフォルニア州エルクグローブ出身。2013年ターナースコットモータースポーツからナスカールネーションワイドシリーズにフル参戦。日系人としては初のナスカール参戦であった。同年スプリントカップシリーズにフェニックスレーシングから第32戦。シャーロットより全4戦にスポット参戦する。2014年 チップガナッシュレーシングに移籍し、スプリントカップシリーズにフル参戦する。チャンピオンシップ17位と好成績を収め、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞。2015年、デートナ24時間レースに参戦し優勝。この時のチームメイトは、スコット・ディクソンとトニー・カナーン、ジェイミー・マクマレーとラーソン、チップガナッシュレーシング所属のインディカーシリーズと、ナスカールのドライバーであった。 2016年、第24戦ブルックリンで、カップ戦初勝利を挙げる。この勝利により、ジェイス4スプリントカップ進出を果たすが、続く、ラウンドオブ16では14位に終わり、ラウンドオブ8に進出することができず、チャンピオンシップ敗退となった。2017年シーズンでは、第2戦アトランタから3戦連続の2位、続く、第5戦フォンタナでは、 カップ戦2勝目となる優勝を手にする。その後、第15戦ブルックリン、第23戦ブルックリン、第26戦リッチモンドと勝利を重ね、レギュラーシーズン4勝でプレーオフ進出を果たす。2020年4月12日に行われたバーチャルレース、モンツァマットネスアイレーシングの試合中、指示役との交信が途切れ、その後、ヘッドホン越しでのマイクチェック中のやり取りにおいて、 N ワードを発した。このやりとりは、ライブ配信されていたため、多くの視聴者に聴取される結果になった。ラーソンは後に、自分のミスであると謝罪したものの、事態を重く見たナスカールはラーソンを無期限の出場停止処分にすると同時に、復帰には差別の基礎知識を習得するプログラムの受講が必要との判断を下した。さらに個人スポンサー企業だったマクドナルドと、 クレジットワンバンクも今回の発言を問題視し、スポンサーを交板。さらにチームも解雇される事態にまで発展した。2021年、ヘンドリックモータースポーツからカーナンバー5デフル参戦。シーズン半ばまでに4勝をし、プレイオフランキングをリードしている。モンスターエナジーナスカールカップシリーズデートな500、エクスフィニティシリーズキャンピングワールドトラックシリーズ。 シーズンスキルインプログレス1インエリジブル4シリーズポインツデートな24時間レースありがとうございます